クイズ王ミックスルール対決。わーい、石野です。エディです。古川です。今で最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回ですね、AT ドッキリの時にやった、早押しクイズ×ミンハヤが、なかなか好評だったので、あ、面白かったね。はい、シンプルに、ドッキリなしの第2回をやろうと思います。はい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 。ルールは前回と同じ。読み上げの早押しは、正解プラス1ポイント、後藤はマイナス2ポイント。同時にみんなで早押しクイズ、ミンハヤを起動して、はい、ミンハヤの方でクイズが出ます。みんなスマホ用意してますね。はい。ミンハヤは3人プレイなんだけど、2着までに回答権があります。なるほど。1着正解プラス20ポイント、2着正解プラス10ポイント、後藤はペナルティなしです。ミンハヤの問題が尽きるまでのタイムレース形式となっていまして、両方のスコアを掛け算して高かった人が優勝となります。なるほど。マイナスかけるマイナスはなりません。なりませんね。ただし、リコはこのルール前回めちゃくちゃ苦手なことが判明したので、はい、すいません。クイズ終了後にですね、ミンハヤ問題のとある共通点を指摘できれば、リコの早押しポイントにプラス5点をプレゼントします。え、超いいじゃんこれ。そんなあるんだ。なんか共通点はあるんだね。じゃあ、あります、はいはい、じゃあ早押し5問分入るの。そうです。結構だね。そうだね。プラ1マイナ2での5点は相当でかいよね。でかいよね。ありがたいね。最後に逆転あるな、普通。そういうことですね。いいですかね。はいはい、それではいきましょう。ゲームを開始します。もう来た来た。問題、レンゲ寺では下宿を破壊。カルメンやハムレットなどのように、タイトルロール。虫を殺す薬を殺虫剤、殺草剤。エイトのヒット曲香水の歌詞に登場、ドルチアンドガッバーナ。アメリカの五セント硬貨のことを、ニッケル。1年で最初に開催される中央競馬の G1 レースは何でしょう。フェブラリーセックス。2021年の大河ドラマ青天を衝けでは草薙剛が演じる江戸幕府の最後の勝負、徳川慶喜。天気予報の時々雨と一時雨の時々。失敗した者が再び、厚物にこりてナマスを吹く。産業の形態が次第に第一次産業化。ジュロンプティの法則。ベートーベンの三大ピアノソナタ。熱情。銀行が優良企業に対し、プライムレート。二人が向かい合って話をすることを対談、定談。ゴルフコースの名前によく付けられる、カントリークラブ。日本庭園に見られる土の中に亀などを埋め、水金窟。漢字では殿様の殿と書く、しんがり。かつての呼び名をフルンゼといった中央アジアの国、キルギスの首都はどこでしょう。黒い点一つで表現された詩、遠見。草野心平。ノルウェー語で雪のこぶという意味がある、モーグル。和名を台湾ツナソやシマツナソというエジプト語、モロヘイヤ。ペルセウスによって退治された怪物ティアマットをモチーフとした、クジラ座。自動車の座席はシートですが、サドル。ロックバンドハウンドドッグの曲のタイトルにもなっている、フォルテシモ。フランス語で古い制度という、アンシャンレジーム。秋は日が暮れるのが非常、鶴瓶落とし。アメリカの都市セントルイスの名前の由来となったフランスカペー町の王は誰でしょう。終了。それではリコ、共通点をどうぞ。むずい。3 21角刈り、書店。電報の角刈り書店。電報の角刈り書店という共通点。どうどう。残念。なんでもう問題も覚えてないんだ。なんか概要欄があったなって。
確かに概要欄あった、ね、そんなあったな、うん、考えてなかったから俺も分かんないな、はいはい、分かんないの共通点、全然気にしてなかったそれ考えてるよ、なんか我々じゃあちょっと振り返ってみたいね先にこっちの集計を忘れないうちにした方がいいか、やっちゃうか、じゃあちょっと共通点考えようか、はい、何が出たか聞いていいですか、東京ゲームショー、あ、出たね、コーディネート、コーディネート、概要欄、うん、青鬼プロ、青鬼プロ、ピッコロ、ピッコロあったね、ピッコロ、山手線、あ、全然あったね、働かざる者食うべからず、働かざる者、南家ただいま、あ、ただいまがこんなのね、ただいまですね、秋田県、はいはいはい、ピンクリボンのピンク、はいはい、あ、そう、ピンクで止まってたね、そういえばね、そうだね、はい、いや、これは、ちょっと共通点が少ないから、またなんかツイートなんじゃない、お、いいところに目を。うん、ね、誰かのツイートなんじゃない、はい、これは。さあ、古川さんのツイート正解言えない。いや、もうこんなのね、俺しかないよ。青鬼プロダクションなんて俺しか言わない。俺、青鬼プロダクションって言ってますよ。全然言わない、俺。印象にないよ。これはリコさん当てられましたね、でもね。そんな言ったら、言うならね、角刈り書店さんよりも何か言うならね。確かにな、でも、はい。ちょっと、待ってね。はい。俺、記憶になくて、それ古川さんのツイッターだよね。はい、正解は、ミンハヤ問題のすべて、古川さんのツイートから作っているでした。うん。それさ、わかんねえけど、古川敏郎さんのツイッターじゃね？ピンカーン！わかるか！わかるかよ、古川さんで正解数だから。まあそうか、ちょまあそうな、リコの AP 音とかで正解だったから、古川さんのツイートだから正解なんだ。全然俺近くかなくて答えしますか、順番にちょっとお願いしますよ、はい、東京ゲームショウと山手線は、うん、電波組インクの古川みりんさんのツイートが作りました。ああ、いろんな古川さん、いろんな古川さんがいたのか。そうなんですよ。はい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 。まあ、ゲームショー、古川みりんさんゲームお好きなのでね。うん、で、電車で GO、走ろう山手線っていう新しい電車で GO が出てて、それに関するツイートで山手線。はいはいはい、はい、はい。で、続いて、働かざる者と、ただいま、うんうん。これは俳優の古川雄輝さんのツイートです。あー、古川雄輝さんいらっしゃるね。はい。テレ東のドラマの働かざる者たちというのに出演中。ほうほうほう。で、リスタートはただいまの後でという出演された映画も公開されています。作品の名前なんだ、どっちもね。そうなんです、うん。はい。で、秋田県とピンク。うん、これはバスケットボール B リーグ秋田ノーザンハピネッツの古川貴俊選手、ちょっとそうかそうなってきたか、なるほど、ピンク、そうなんですよ、ノーザンハピネッツのチームカラーがピンク色なんですね、うん、あーなるほど、じゃあそれ本当にノーザンハピネッツを表してた感じなんですね、そういうことですね、その2つは、はい、で続いてコーディネートと概要欄、うん、これは YouTuber 参考一の古川優香さんのチームカラー、あー古川優香さんね、はい、はいはいはい、有名だよね、で最後ピッコロ青鬼プロダクションの古川敏郎さんその2個はね、もうどう考えても古川敏郎さんの特徴よ、それそういうことだよね、間違いないんやから、いや、ミルクボーイや、そうそう、よく分かった完全に特徴よ、うん、確かに、うん、はい、ということでね、うん、古川さんのツイートから作ったとだけ2個が言えば5点入ったというね、チャンスだったんですけどね、これ残念、無理だ、どうやった二重にトラップが残念だったな、これはうん、まさか角刈り書店さんの名前が残念だったら結構終わるんで、電報とかね、電報とか出てない、そうそうそう、すげえびっくりした、逆にそんなに俺たちに近いもの言うならまだやってない俺の名前をね、そう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 、勘で言えたと、うん、言えたはずなのになと言えなかったびっくりした、角刈り書店勘が悪いな俺、こっちの記憶もなくなって確か電報あったよなそれに頼って言ったんだ、なかった、電報の記憶を頼っちゃったんだね、心臓ドキドキしちゃって俺なんかなんでと思って逆ドッキリかみたいな、そう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 結果発表、結果が出ました、うい、はい、では順番にいっていきます、リコ早押し正解2、ミンハヤ正解30、合計60点、はい、AT 早押し正解5、ミンハヤ正解80、合計400点、すごっ、古川さん早押し正解11、ミンハヤ正解110、合計1210ということで、こちらの古川さんでした、
普段解けるものが解けなくなったりするもどかしさが、もう普通のクイズに飽きちゃった人でも楽しめるパターンがこんなあるのかとね、驚かされるので、できる人はこのミックスルールやってみてほしいなと思いますね。お願いです。いやー、僕もねこれ別に苦手ではないとは思うんですけど、やっぱちょっと古川さんと一個その歴然とした差がちょっとあるなと思ってしまいましたね。脳のリソースをちょっとしか割けない分、やっぱ早押しの連動の差が出るんですかね。やっぱあのね、こっちのタイピングをしてる間もう全然音が聞こえてない。全然聞こえてない。わかるよ、ね、なんかわかりそうと思ってこっちを押そうってしたら、俺コーディネーシってなって、こう対応しちゃった。まあでも頑張りました、頑張りました。でも頑張りました、頑張りました、はい、というわけで、なかなかいろんな才能がね開発される企画かと思いますので、ね、ぜひ引き続きやっていきたいなと思います。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。角刈り書店さんです。びっくりしてるんですよ、角刈り書店さん。ごめんね。